はい、ライドナウしました、鈴木です。今、ちょっと忙しいところなんですが、実はね、日産の、表情試乗会に来ています。主役はこの、今乗っている、ノート、そしてノートオーラの e-power4WD ですね。こちらの実力に関してはね、今までも、まあ、散々というかね、たくさん、お伝えしてきてましたけど、ね、そこでね、やっぱ氷上とか雪上で乗りたいよねと言ってたのがようやく叶ったということで今、来ています。今回は、このね 4WD と 2WD も用意されてるんで、この両方をね、比較しながら試してみたいと思います。まあちょっと楽しみながらね、こうやってお伝えできればなと思います。はい、今ね、ノートオーラの e-power4WD 乗ってます。で、氷上ぐるぐるしてるんですが、やっぱりね、その威力すごいですね。実はね、直前にスカイライン、こちらでも、同じとこね、くるくる回ってたんですけど、やっぱりモーターはね、制御が緻密なので、ほんとアクセルの微妙なオンフで姿勢をコントロールするのがすごい楽で、ほんと、いわゆる自分が上手くなったみたいな感じを味わってますね。これは本当にね、まあこうやってお遊びもいいんですけど、クリティカルな場面になった時に非常にね、役立つというか、本当に救われるでしょうね、これだとね。で、しかも本当にこの車、リアモーターがね、強力じゃないですか、68馬力おかげで、こうやってこうリアを流しながらの走りみたいなことが積極的に楽しめる。これはやばい、やってるうちにどんどん楽しくなってきた。はい。で、しかもね、まあ、見てわかると思いますけど、急な操作とか全然してないですよね。なんかね、動きが、動きがね、穏やかですごくね、余裕がある。で、いいのは、アクセルオフで、まあ、減速 G っていうか出るじゃないですか、このワンペダルのね、コントロールができるんで、これが微妙な、操作をね、とてもやりやすくしてる。うん、楽しい。これはちょっと本当に日産はこういう場を一般のね方々にも設けた方がいいんじゃないかという、その実力がフルに伝わってくると、そんな感じがしますね。参考までに今まではね VC わざとオフにしてました。で、今オンにしたんですけど、オンにするとね、絞られて本当にこうリアが出ちゃうようなことは本当ないですね。絞られちゃってって、こういうところだとね、まあ不満のように言いますけど、非常にしっかりとこう危ない挙動っていうんですかね、まあ、一般道でね、こうリア出ちゃったら怖いと思うんですけど、そういうものが抑えられて、まあ、分かりますよね、今結構切ってるけど、とにかくこうリアから出ていかないようにしている。まあでもそこの領域が分かれば、そこまで踏まなければ、ね、踏みすぎなければ適度なニュートラル感は保てるのかなと。いやー、ね、本当にいろんな操作がね、いろんな制御ができるってすごいですね。はい、そんなわけで比較テスト行ってみたいと思います。まず乗ってるのはノートオーラの、e-power4WD の方です。行ってみます。まずは、一応 VDC はオンのままでいきましょうかね。まあ何事も起きないという感じがします。発進加速の時にね、この車は重量配分的には59対41ぐらいの車だそうです。なんですけど、発進加速の時などにはフロントに51、リアに49、まあ、ほぼほぼね、前後イーブンみたいなところまで持っていくんだと言います。なので発進がね、すごく安定していますよね。引っかくようなところがない、引っかくようなところがなくて、はい、非常にね、気持ちよくスムーズに発進していってくれるという感じですね。はい、まず発進がやっぱりすごく安定してますね。しっかりと前後輪で、グリップ発揮してくれると。で、こうやってブレーキを踏んでも
っぱりね、なんかリアも聞いてる感というか、まあ、そう聞いてるからより一層ね、なんか安心感を持っていけるっていうんですかね、そういう感じがありますね。非常に難しいコンディションです、はい、こんな風にほとんど定常円の表情と変わらないぐらいの滑り感ですね、はい、前方にもスピンしていた車がいますが、こんな感じですね。はい、続いてはノートオーラニスモに乗りました。これまあニスモというよりかね、肉であることが大事かなと思うんですけど、行ってみます。ああ、もう発進からしてこんなに違うのって感じですね。ずっとこう VDC がチカチカして空転してる、フロントが空転してる感じありますね。四駆の方見ていただいた方はね、四駆全然普通にスルッと発進してたの見たと思うんですけど、全然違いますね。これはえらい違いだな。まあ、発進しちゃえばね、スムーズな加速で気持ちよくいけるけど、これは四駆でも大変なコースだったからなかなか痺れますね。聞くと慎重になるという。ただまあやっぱアクセルコントロールがしやすいっていうのは大きいですね。戻していくと、右足戻していくとね、軌跡が内側入っていくんで、ブレーキにあっと足をね持っていく瞬間が実はあんまない。突然ねこうやって流れた時の、対処というかね、そこはさすがに、四駆の方がね余裕がありますけど、なんか意外といけたなって感じですね。やっぱりこれは E パワー自体が、まあ、扱いやすいってことだね。ほら発進結構前回にはしてない半回ぐらいですけど今書いてますよね。なかなかこう出ていかない。あのスピードメーターの針も結構上下してます。発進してしまえば、はい、こんな感じですね。ブレーキングスタビリティ、まあ正直そんなにすごい分かるほどじゃないけど、やっぱり四駆ほどの安心感はないということなんだろうな。そうですね、やっぱり細かいコーナーでの右足のオンオフでのコントロールのしやすさ、これはね、そうなんとかなりそう、あぶつかっちゃうかもの最後でなんとかなったって感じになってくれる、そういう感じがありますね。トゥルトゥルです今ね。すごい気温低くてコンビニのコンディションはいいんですけど、日がね結構照ってますから、はい、こんなところでしょうか。続いてはオーテックのクロスオーバー、こちらに乗り換えました。こちらね車高が25ミリ上げられてて、最低地上高150ミリを確保した、まあ、オーテックが仕立てた SUV 仕立てクロスオーバーの
ノートになります。これで今度はね、スラロームと、まあ、聖堂ですね、こちら行ってみたいと思います。ちょっとはい行きます。制御入ってないのでちょっと暴れますけど、あ、暴れすぎるでもね、なんとかこうコース内にとどまっていられる感じがするっていうのが立派だな。これ本当立派ですね。普通こんなツルツルのとこでオフとか嫌じゃないですか、当然ね。それが大丈夫。ちょっとね、ちゃんと今度は制動もやってみたいですね。はい、さっきはね急にシステムオフだったんで VDC 今度はオンで行ってみます。オンだと発進も穏やか。あ、もう全然これは何かが起きる気配がないっていうか、切った通りに普通に曲がっていく、凍ってんの本当にぐらいな感じですね。あら、よくできてる。ちょっとガーンとブレーキ踏んでみますね。はい、まあ、ちょっと比べてないんで、難しいですけど、実際、先代のノートの、4WD、まあ、リアがね、発進用のアシストモーターみたいなものだったと思うんですけど、こちらに比べると、なんとこの、4駆の方の、新しいノートは、表情での制動距離、なんと 40% も短くなってると言います。リアでね、積極的に改正して、これがね、回線が効いてるということですよね。まあもちろん車体としての基本的な性能も上がってるので、肉の方でも実は先代の4駆より止まるそうです。なんですけど、4駆だとさらにそのね、緻密な制御とリアの回線をうまく使うことで、それをね、実現してると思います。で、最後もう一回オフで、ちょっと強めに発進してみようかな。うん。でもね、なんか進路乱れずに発進できちゃうんですよね。うん、なんかこれね、今まあオフなんだけど全然いけますよね。これなんとかなるか、生きて帰れるって感じがしますよね。はい、というわけで今ね、低上縁とそしてこのスラロームブレーキングで、ノートとノートオーラ、4WD のね、性能試してみました。ちょっと難波さんも言いたいことがあるみたいなんで、ちょっとねバトンをタッチして話を聞いてみようかなと思います。はい、日産表情資料会のまとめということで、うん、ちょっと私が運転しながら、はい、島下さんと話してみたいと思います、はい、ノートオーラの、まあ、特に E-POWER4WD をどれだけのもんかを見てくれという試乗会だったと思うんですけどもね、はいはい、まあ、難波さんも乗って効果というか凄さを体感したと思うんですけども、何がすごいかというと、これやっぱ四輪駆動力制御の、本当に瞬時にコーナー外側の前輪にパワーかかってたのが、うん、いきなりリアにかかるじゃないですか、はい、でだからこう今も見てると分かるかもしれないですけど、挙動が変わったら車がちゃんとこのパワーの伝わり方をコントロールして、今ももうハーフスピンしかけてますけど、ちゃんと立て直してくれますね。前が滑ったら、はい、もう前にこれ以上トルクやっても無駄だなと思ったら、すぐさま後ろに行く。まあこれってね、こういういわゆる、可変式のねトルク配分の四駆はそうやるんですけど、そのスピードと滑らかさがまあ段違いっていうんですかね。そうですね。うん、そういう感じですよね。はい、だから本当にこうあっと思った瞬間にはもう次のことが起きてるんで、意外といけちゃうみたいな。でそして普通に走っててアクセルを減速した時にもそれが働いてるので、そうですね。だから、スピード出てる状態からアクセルを離して減速ブレーキかけずに、まあ、エンジンブレーキといいますか、うん、それでようなものですね、はい、回生ブレーキで、はい、回生させていってもその姿勢がずっと安定してるんですよね、うん、そこがすごいな。これはアクセルを抜いた時のコントロールがね、はい、すごくしやすいというのが非常になんか印象的です ね、 そうですね。だから今ちょっとスピード出してみましょう。よいしょと、はい、これで今、まあ、メーター読みでアイスバーンで50キロなんですけど、ここでアクセルポンって抜くと、はい、でも全然コントロールできるんですよね。
で滑ったらちゃんと VDC 側が働いてセーター当て直してくれるという。その VDC の制御も結局、はい、エンジンだったらエンジンを、ね、オフるわけじゃないですか、言ってみればね。ブレーキつまむ、ブレーキつまむんだけど、この車はその駆動力でかなりのことができるってことですよね、はい、駆動力でやりながらブレーキも最終的につまむので、うん、素晴らしいですね、これは。これ、まあ、こっちの道だと結構そういう真面目な、はい、で定常園はちょっと正直、ね、楽しんじゃった感じもあると思うんだけど、はいね、その懐深さはすごいですよね。でまあ、やっぱねその電気自動車いわゆる BEV、うんまあ、やっぱ雪道は正直言って、まあ、そのどっちも駆動力的には良いとしても航続距離の問題ではやっぱ半減しちゃうんで。そうですね、寒いともうバッテリーが元気をなくしてしまうので、うん、そしてエアコンでさらに使ってということで、はい、だからやっぱこのエンジンで発電して電気で走るモーターで走るっていうのは、まあ、寒いところには理想的ですよこれは、うん。だからまあ、この車の場合はいわゆるシリーズハイブリッドですけどね。そうでモーター駆動でエンジンでまあかける、あとはまあプラグインハイブリッドとか、まあ、やっぱそういうものが現状雪道では一番強い、ね、内燃エンジン積んでて、はい、駆動は電気、はい、その威力をまざまざと見せつけられたし、でもこれってただ、ね、そういうハードならばできるわけじゃなくてやっぱり緻密なセッティングですよね。相当細かくやってるということじゃないですか、はいですね、例えば発進の安定性はね最初、重量配分なりの59対41なのが割と後輪まで51対49まで回すみたいな話ありましたよね、はい、そうすることでリアもしっかり駆動していく、だからそういう、ある素材をしっかり活かして料理する、はい、まあ、その辺ってそれこそアテーサ ETS をやっていた、はいね、スカイライン GTR の、まあ、そういう歴史のある日産だからこそなのかなっていうこともねちょっと思うんですよね。駆動力制御はね、まあ、お手の物というかさすが日産という感じがしますね。今後ね電動の車はこの駆動力制御がそれぞれのブランドのキャラを作るキーになると、まあ結局のところどこのメーカーも言ってますよね、はい、だけどまあとりあえず日産はもうすでにそれを具現化したよなと、しかもコンパクトさそう、はい、というところをね、じゃあいわゆるプレミアムを名乗るところはどうすんだとかね、はい、もっと大きな車どうすんだっていうのは今後の、まあ、僕らとしては楽しみなところですよね。このだから発進とかコーナリングの限界性能で言ったらもうこれではっきり言ってどんなところも行けちゃうじゃないですか、はい、そうですね、そして楽しさもあるから、はい、でそれがだから SUV になって出てくるとどうなっちゃうんだろうっていうとかね、はい、そう、まあ今後に期待っつうやつですね。そうですね、ただまあ雪国の人はこれはね日常使いの車として、うん、これ最高の車ですよね。革命ですよね、はい、これね、これは、まあ、ノートの肉でもものすごい雪道行ける、あの表情もいけるなと思ったんですが、うん、4駆は下駄違いですねこれ。そうですね、はい、だから本当にあの雪国雪道でのこう車使いが多い人は、ね、まあ、もちろん住まれてる方もそうだし、はい、よく行くという方にとってはちょっと革命的な出来事なんです。